世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。ブレキル・オスカルが見せる新しいムーブメント、無限に広がるフレッシュな世界、新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイスズ。愛は食卓にある、キユーピーの提供でお送りします。フレッシュフェイスズ in the case of ブレキル・オスカル。紅茶とかウーロン茶とか、いろんなお茶を飲んできたんですけれども、日本茶みたいに旨味があって、あと飲めば飲むほど面白くなっていくようなお茶、他の生産国のお茶にはない味わいなので、ものすごく感動しました。スウェーデン出身のオスカルが日本茶と出会ったのは高校生の時。その味わい、香りに惚れ込み、より深く知りたいと19歳で来日。狭き門である日本茶インストラクターの資格も手にし、さらなる普及を目指している。一般的な話、日本茶はほとんどがブレンドされてますけれども、最近はいわゆるシングルオリジンというお茶が登場してきて、それぞれの味が違ったりするので、最近の日本茶の世界はすごく面白いんですよ。実は市販される日本茶の多くが、産地も生産者も違う茶葉を混ぜてブレンドしたもの。オスカルはここに注目した。一つの農家、一つの品種にこだわったのだ。本来産地や品種ごとに香りや味が違うのが日本茶、その個性を際立たせた。こう喉にこう残ってるっていうんですかね、香りというか後味がふわっときます。新しいこと、変わらないセオリー。より美味しい日本茶をもっと世界へ広めたい。海外に行くときに必ず浮世を持っていくんですけれども、まず現地の水質を把握して、お茶を入れてみてどんな味がするのかっていうのを確認するためにいつもやってます。日本茶は水次第で味が全く変わる。その土地の水に合った湯の沸かし方や茶葉を蒸らす時間など工夫を凝らす。すべては最高の一杯のために。フレッシュフェイスズ、その先は。母国のスウェーデンはノーベル賞で有名なんですけれども、晩餐会、私のビジョンとしてはブルゴーニュの赤ワインとか、スコットランドのシングルモルトとか、そういう素晴らしい嗜好品の仲間入りとして日本茶を振る舞いたいなと思ってます。愛は食卓にある、キユーピーの提供でお送りしました。